はい、咀嚼面です。おお、なんだ。じゃあ続きからやっていこう。で、今回の部分が、前回そうだね、なんかババアに、虫を操るババアに追われて、一回ちょっと殺されちゃった、だったかな。で、一回立て直しをするっていうことで、まぁ、こんな感じでアイテムを整理しつつ、向かっていかなきゃいけないんだよね。どこに行くんだっけな。そう、このなんか右上の給水小屋のところではなく、この上のところが道が閉ざされてるんだけど、ここをクランクで回すと多分橋が出てきて行けるっていう状態になってるんで、そこにちょっと行ってみたいと思います。ちょっとなんかいる。いや、来てる。これってさ、もしかして虫いるってことは、また、うわぁ、いた、ババアいた。やばい、あ、違う。やばい。いた。回復剤取って。回復剤持ってなかった。やばい。ちょっと回復剤がなかったな。急いで逃げろ。ドア閉めて、で、回復作ろう。もう大至急回復作って、飲まないと。飲むじゃない。手にかけなきゃ。手にかけるとなぜか全体的に回復するからね。で、これ多分道間違っちゃったね。逃げてくる道が。なんで、ちょっとババア、また来てんな。逃げろ。で、解放射器もちょっと燃料が全然ないから、なんか装備しててもしょうがないかな。どこだ。ちょっと待って。こっちまっすぐだね。まっすぐで行こう。まっすぐ行って、ここもまっすぐ。ここだね。おお、来てる。逃げろ。で、ドア閉めて、虫が、痛い、このガガンボの群れが。わ、ここも虫いる。ちょっと逃げよう。とりあえず、あそこの虫の弾は無視して、ここ無視しつつ、無視していくなって、ついか。壊せる、これ。あ、壊せるんだ、これ。こいつらうぜえな。でかいのがちょっと、しつこくね、まとわりついてくんだよね、こいつ。ほら。あ、ババア来てんな。まずいな、ババアの声だよ、今。こいつ死にまって。よし。で、急いで、クランクをここに差し込んで、あ、違う、間違えた。A ボタンで、これでよし。で、クランクで道を急いで作ろう。ババア来る前にね。よし、で、道ができたので、ここをダッシュで向かっていって、で、お、よかった、回復。で、あと何も落ちてないかな。結構ね、見落としちゃうんだよね、相手の。じゃ、ここ、開けようか。どう？あ、なんか怪しいな。よし、一回閉めよう。閉めて、これ、お、バーナーの燃料、いいね。これはなんだ？アンティークコイン、やった！もしかしてアンティークコイン結構、いい感じで溜まってるかもしれないな。じゃ、これを開けて、カラスの鍵ゲット。うわ、なんかカラスの頭と骸骨がなんか くくりつけられてたけど、あれは本当のカラスってことかな。よいしょ。やべ、ちょっとババア来てるな。ババア、どうせここまで来るかな。でもとりあえず火炎放射器を装備してリロードしとこう。よし。で、ちょっと怖いなぁ。いる？あ、あそこにいた。じゃあとりあえずカラスの鍵のドアを探そうね。もう多分ここには用事ないと思うんだよね、リアね。でもババアいるからちょっと、多分ここ開けた途端に戦いになると思うんだよね。あれ？いねえな。さっき言ったよね、ババア。うわぁ、いる。逃げる。とりあえずちょっと閉めて。いや、この虫がすごいしつこいなぁ。こっちからだと？これでも行けるな。まっすぐだな。まっすぐ行って、ババア来る前にちょっと急ごう。で、まっすぐ行って、ここを通るのかな？ここを通って、そうだ、あの2階だね。あそこにとりあえず逃げ込もう。ここにまず逃げ込んで。ちょっと、マジでびっくりした。てか、さっき後ろにいたでしょ、あんた。やばい。あー、落ちる。うわ、これ結構やばいぞ。もう今ね、全身一気に逆立ったね。
全身の、もしあの鳥だったら全部毛が逆立って、コックサカー、ちょっとやめろよ、燃えそう、燃えてもらって、どうぞ。で、これどっかからちょっと逃げれる、逃げれ、ちょっと、いや、うるさい、うるさい、まだ生きてんな、どうする、登ってこう、とりあえず、トイレ、いてててて、いかん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 、すごい手腫れてる、こいつ、お前、いかん、回復しよう、マジでやばい、ここ、もう虫をね、次から次へと召喚してくるんだよね。燃やしまくって、で、これ今のうちに登って、で、いた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 、いやー、また虫か、やばいな、もうね、燃料もないし、これどうしようかな、銃で応戦してみる、こいつ、あー、死ね、死ぬんだ、リロード中だ、お、落ちてきた、落ちてきた、やった？くそ、死ね、死ぬんだ、お、なんだなんだ、なんか水の中にも埋まる、いて、え、え、な、な、なんか食らってる、食らってる、逃げ逃げよ、毒水ってこと？毒だよってことね、ちょっと回復してーなー、どうしよう、これね、あと1回でもなんか虫に刺されたり、虫刺されとかしたら、うわーって多分死ぬよ。まあでも、このドアの先になんか、ありそうだね。回復的な。回復っていうか、カラスの鍵にとりあえず開けよう。いやー、いきなり出てきてマジビビったなー。ちょ、開けて。で、大丈夫か。うん。あ、よかった、安全地帯っぽいな、これ音楽も流れてるし、とりあえず、ん、なんだなんだ、ガチャガチャって、え、何これ、ああ、気持ち悪い人形、ああ、何も入ってないのか、で電話があって、これ開けたら何入ってんだろう、お、すげえ、あ、やっぱりこれアップルウォッチでしょ、ピピって、なんか今通知出てたけど何出てたの、今ちょっと見えなかったな、うわっ、てか何この胎児みたいな、開けたくなかったな、なんだこれ、肩、体の結成について、あ、これ多分伏せ字になってるってことかな、以下の文太郎ことで結成を生成が可能である、 D 型被検体脳神経、 D 型被検体末梢神経、ん、なんだろうこれ、資料、進むってなんだ、 I think that's it. 多分これだ、 I think that's it、ただ、全然俺は分かってないけど、この主人公はなんかひらめいたみたいだな。これ、開けれる？とりあえずちょっとこれね、死ぬ寸前なんで、ちょっと回復取りに戻りたいけど、戻ってる道中で虫に刺され、おーおー、びっくりした。電話出よう。多分ゾウイじゃない？ Well, did he find us yet? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me.Sorry about that. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Cool.うん、なるほどね。ちょっと、頭とかを取る、なんか、集めなきゃダメみたいな感じかな。なんか、敵と戦って取るみたいな感じになりそうだな。どうしようかな。回復が微妙なんだけど、この先進むと絶対回復剤とか落ちてそうな気もしないでもない。ここはなんだ。でね、この血でね、ちょっと自分の視界がすごい悪いんだよね。何このブーブー人形的な。ブードゥー人形、これあれじゃない、この人形をギュッて握ると誰かがいてってなる、そういう系っぽいけどな。わあ、あった、どうしよう、回復作っちゃうか、火炎放射器も作れんのか、
迷いどころだな。なんか瓶で落ちてないかな、どっかに。これなんだ。お、これは？お、日記かな。10、11、なんだこれ。10、11、あ、10月11ってことかな。一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない、あの子が来てから今日に取り、あの子はどこかおかしい、一緒に来た女も。15日幻覚幻聴、吐き気が止まらない、町の医者に行ったらレントゲンを取れた。どうなってるの、あ、女の人だった、あの子がプレゼントをくれた。で、これなんかあれ、ね、10月しか書いてないね。2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に、誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の印、私を幸福に導いてくれる。この幸せを汚す者は誰も生かしておかない。なんかすごい物騒な感じの日記だね。あと何もないかな。ちょっと視界があれなんで、どうしようかな。回復剤までいかないけど、このハーブを普通に食べてみたらどうかな。これを経口摂取で、どうやってんだ、使用しますでいいの。ちょっと食べてみよう。どう、食べた、あ、食べたら結構いくね。黄色まで回復した。じゃあちょっとこれで、あとちょっとあれだね、玉がやばくなったら適宜ちょっと合成して作っていく感じ。うお、なんだなんだ、なんかいるな。なんかいるっていうか、なんだろう、虫か。なんか嫌な音するなあ。でもあれ、あのちっちゃい虫が大きく見えてるやつかな、ぽいね。あ、これガーが飛んでて、あー、人形あった。人形くん殺して、で、ここを開けて、お、またコインがあったね。もう多分9枚以上貯まったから、あの強い武器が取れそうな。で、このトラップっていうか仕掛けは何だろうな。線が伸びてて上に繋がってて、上からこれが伸びててここに繋がってるっていうことね。あ、ここに何か仕掛けを、重りかなんかを乗っければいいのかな。うん、じゃあちょっと先進んでみようか。先進むっていうか、一回あのこの鍵、カラスの鍵で開けれる場所が他にないか確認しに行って。そうだね、じゃあね、ババアはもう倒したからね。あれ、でもこれ一応、ちょっとなんだなんだ、なんか、おやばい、なんかすごい恐ろしい鳴き声聞こえたけど、これババア生きてるフラグかな。めちゃめちゃ怖いな、これ。下降りたらどうなんだ。あ、ダメか、なんか下降りたら結構ダメージ食らったんだよね。でもなんかあそこトンネル状になってて行けそうな気がするな。ちょっと一回だけ降りてみて、降りてみて、下降りても食らわないかな、ダメージ。毒はなくなってる。うわー、なんかいる。何あいつ。なんかあるなって、まあなんかいるよね。大丈夫かこれ。ちょっとショットガンとどうしようかな。火炎放射器の燃料を作っちゃう。いや、まあちょっとまだでもどんな敵かわかんないしな。わー、なんか危険そうだな。お、これは上に行ける感じか。あ、なんか上行けんな。どこに繋がってんだこれ。うわ、なんかまた新たなエリアにこれ繋がってくね。ちょっとこれ見てみようか。じゃあ進んでっていいのかな、それとも戻ってアイテムをちょっと買ったりとかした方がいいかな。まあどっちにしてもね、戻ってこなきゃいけないからね。あー、ここに繋がってんだ。ちょっと待ってね。多分鍵をアンロックすればこれ繋がるんじゃない。あ、そうだね。お、いいね、いいね。じゃあこれでちょっと、あの、このトレーラーハウス戻って、そうだな、戻って、ちょっと強い武器とか購入できないか見てみようか。これだね。ここに多分アンティークコインを入れると、そう。これ、ん？ああ、そういうことね。9回入れなきゃいけないってことね。そうするとこのカウンターが減っていって、
で、これが0になると、これが開くんだろうね、きっと。はい。あと、もう1枚だけ持ってます。で、これで開くのかな？開いたー。で、これで晴れて、取れるということね。ちょっと早速装備、わ、でかいな。2個使っちゃうんだ。どんな見た目してるんだろう。あー、これあれだね、ダーティーハリーでさ、クリント・イーストウッドがなんかダーティーハリー4かなんかで使ってたオートマグナムじゃない。よいしょ、これをちょっと装備してみようか。あ、装備するにはこれちょっとスロット的に今足りないから、これをこっちにずらして、あ、間違えた、こうだ。こうすることで方向キーの右を押すと、おお、すごいね。3発しかないけど、めちゃくちゃ強そうだな、これ。じゃあ、これ持ってこうか。これ持ってって、整理、アイテム整理して、ちょっと、さっきのとこ進んでいこうかな。よし、じゃあ、これでちょっと整理したので、まあ、早速ちょっとね、新しいおもちゃをね、使いたいっていう気持ちがあるので、じゃあ、ちょっとカラスの鍵のドアを、まず、この本館の1階のところ行って、取りに行くか。じゃ、ここを開けて、ここ多分なんか武器とか入ってんのかな？わ、すごいね。本当のカラスがこれ植え付けられてるかと思ったら、よく見たらこれ違うのかな。で、お、いいね、いいね。ん？なんだ今のと。よし。固形燃料。やっぱ火炎放射器使ってこうってことなのかな？で、ガンパウダーでしょ？お、これなんだ？お、グレネードランチャー。グレネードランチャー出てきた。へぇー。どれ？どんな感じ？グレネードランチャー。うわ、すごい。弾は一発だね。あー、これはなんかボスとかと戦うとき用だよね、どう見てもね。へぇー。あとなんかあるかな。お、これはなんだ？焼夷弾。これは？ショットガンの弾。で、ちょっとアイテムがいっぱいになっちゃったね。で、焼夷弾を取って、もう何もないかな。ちょっとくまなく探すんだ。あ、これ完全にじゃあ、あれだね、アイテムがこういう感じで取れる部屋なんだね。ちょっと、右と左どっちから行こう。あ、間違った。マップ見ると、右はでもなんか行き止まりっぽい感じだな。お、なんだなんだ、お宝の写真。あ、なんかこういうのあったよね、さ、前もね。ちょ、なんだなんだ。この物音に敏感になっちゃうな。ちょっとこれ、雑魚がいきなり出てきたりしたら、弾もったいないから拳銃にしとこう。お、これはこっちに繋がってるんだね。そうか、これ未開の地なのかな。あ、でもマップはあるな。何かいそうで、こ、うわぁ、すごいボロボロだな。え？なんか声が聞こえるけど。こっちは？お、いいねいいね、ハーブがあった。拾おう拾おう。もう栽培されてるハーブを速攻、むしり取るというね。で、これは、あれか、キーピックがないからいけなくて、お、なんだ、分離剤。え、そんなのもあんだ。分離剤ってことはすでに作られてる。例えばこのグレネードの弾とかをばらすことができるってことかな。これとかやったら多分、弾、なんだ、ガンパウダーとこの黄色になるとか、そういうことだよね、きっとね。へぇー。ああ、じゃあ、弾がちょっと、この弾いらねえなーって時は、分離させればいいんだ。おー、すごいね。神経弾ちょっとやっぱ作りたいってなったら、分離させちゃえば。よし、じゃあちょっとこれで、この、こっから降りるのはちょっとあまりにも無謀なので、一回降りて、じゃあこっち行こうか。よし。お、すごいリアル。なんか、蝶々が、蝶々が、
あ、ここ鍵かかっていっていけないんだ。じゃあさっきのとこ落ちるしかないね。弾足りるかな。じゃあ、まあ、とりあえず行こうか。飛び降りろ。よし、気をつけろ。全体をチェックして敵がいないことを確認しつつ、クリアだね。ボイラーがあって、このボイラーってなんか変な音聞こえるな。何この音、鳥の鳴き声的な。ちょっと待ってね、先にこっち見とこう。何もいないね。何もいないよな。あ、ここ、そこの、あ、雲か、あれ。うわぁ。あれはちょっと火炎放射器が必要だなぁ。あ、待って、便器ある。ここってさ、あの写真の場所じゃないの。ちょっと落ちる。ん？なんか聞こえない？気のせい。格子で塞ぐ。これはさ、このなんか周りにあるさ、これ燃やしたりできるのかな。そういうんじゃないか。で、あとここが、うん、お、なんか開いてる。わ、怖っ。何ここ、入れるな、きっとこれ。あ、これ怖そう。ショットガンの弾。あー、もうアイテムいっぱいになっちゃったな。回復剤とか作っとく。ちょっともったいないな、でもな。あとは何かあるかな。ここは何だ、特に何もない。うん、ちょっとどうしよう。じゃあどこから行こうかな。まず先にこっちの、うわ、こっち、あれ、こっちこうなってんの。あ、なんかあった。あー、これ以上持てないな。そうだな、ちょっと一回、結構アイテム、あれだね、余裕持たないと、すぐいっぱいになっちゃうな。上もあるけど、いや、ここの雲がやばそうだな。来るかな、なんか、すげえ。うわー、こっちも雲か。うん、これ火炎放射器持ってきた方がいいね。火炎放射器持ってこよっか。ここ、アイテムの、あ、鍵かかってるか。鍵かかってて、そっかそっか。ちょっと上行く？上行ったらなんか絶対出てくると思うんだよね。どうしよう。一回上行ってみようか、でも。うわぁ、なんか聞こえるなぁ。いや、なんか、うわぁ、ちょっとババア。え？なんかババアの手長。手長ババア。ちょっと大丈夫これ。もうめちゃめちゃなんか進化しちゃったってこと。このピッ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 言ってる。うわ、気持ち悪い。もうちょっとこの虫編が嫌だね俺。いやー、キモいなこれ。気持ち悪い。ちょ、やめて、来ないで。ここ来て来て、やだ。やめてください。ちょっと、どこに連れてく気ですか。ほら、死ぬ。逃げよう。どうした。立ち上がって。早く立って逃げて、とりあえず、ちょっと強い武器を装備して、でも3発しかねえからな。ちょっと装備間違ったね。でもこれ使おうか。おお、来てる。あ、やばい、落ちる。やばい。ちょっとこれ、ババアに有利な地形だな。降りてこないでください。ほら、どうだ、いけるか。うわ、やばいな。なんか、あ、でもあいつもしかしてさ、音をヒントに来る感じかな。あ、ダメだ、ちょっとね、アイテムが全然な持てないから。どこ行った。いる。やばい。こっち来るかな。バレてるこれ。やばいなこいつ。スパイディでしょ完全に。逃げよう。上に登って、なんか倒すための、ここに入ってるの。ちょっと入れないんだこれ。
怖っ怖っ、いた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 、雲雲やめろ、雲雲取れ雲取れ、取って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 、あ取れたか、うわ回復あるな、どうやって倒すんだろうな。とりあえずもう一回グレネードを当ててみたいね。結構効いてたよね、リロードしよう。そうそう詰め込んで、でどこ行った、あれなんか静かになったな、痛い痛い痛い、やばいやばい、よしよし命中で、もう一個弾作れるかな、作れないよね、あれがないから、ちょっとヘッドか、ダメだ、ちょっとやばいな、うわっ、払うて払うて、弾なくなった、いかんいかんいかん、ここは雲がいて開けれないし、火炎放射器が必要だな。ここまでたほじくって中入ってるか、バーナーか、やばいな、あとこれしかないもんね、弾来てるな、うわーやばい、ぶっ逃げる逃げる、気持ち悪いわ、あいつ行こう、もう弾なくなったな、ちょっと火炎放射器がいるみたいだね、もうあとこれしか弾ないんだね、その辺なんか置いてないかな、バーナーの燃料めっちゃ落ちてるな、ハンドガンの弾もあった、ハンドガンの弾もあったけど、どうしようかな、ここも開けれないだろう、来た、逃げる、おーやばっ、とりあえず一回これ逃げるか、ちょっとあまりにも武器がなさすぎる、粗末な結果に、バーナー使えってことね、こんだけ燃料落ちてるからね、逃げる、逃げるか、逃げる、逃げ切るか、あ、やばいやばい、あ、いかんいかん、やめちゃやめちゃ、死んじゃ死んじゃ死んじゃ、死んだくない、まだ死んだくない、逃げて逃げて逃げよう、開けて、鍵外した、でこれで、とりあえず下逃げよう、下下の階に逃げて、おーい、ダメだな、ついてくるか、うわーいかんいかん、ここじ、ここじ、やめて、やってない、やってない、とにかく ここから出たいんだけど、どっから来たかがちょっとまた道に迷ってる、うわーやべ、またババアに、いやー嘘、弾がない、ちょっと弾、やばいやばいやばい、うわー、やめてやめて、なに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 それ、なんかめっちゃ食いちぎられたけど、怖っ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 、やめてやめてやめてください、怖いわこのババア、ちょっとやばいな、ちょっとどこ逃げ場が逃げ場がない、てか俺はどこから来たんだっけ、上じゃないよね、完全に追い詰められてる、許してくれないかな、そろそろ許してほしいんだけど、ここだっけ、ここじゃないよね、ちょっと出られなくない、この人、うわー、いるいるいる、うわー、死んだ、死んじゃう、死んじゃう、あら、逃げ道がない、てかどっから来たんだっけ、いやー、すごい、うわー、死んでしまう、完全に出てこないな、ちょっと回復する、回復するとかそういう自慢じゃないからね、するね、めっちゃ気持ち悪い、え、どこ、いやまだいるよねあいつね、いやーもうね、虫の羽音が、いたいた、いて、うわー来てる来てる、ああいって、逃げろ、ちょっとこれ無謀すぎたかな、うわ何何、どうしようどうしよう、全然なんか草で今全然何されてたか分かんなかった、ダメだ死んだ
いやー、なんか備えがない状態で立ち向かっちゃったね。結構戻ったかな。ちょっとじゃあこれ装備が全然ダメダメだったので、装備を戻して立ち向かうって形にしよう。で、じゃあこれでちょっと整理してやめる感じにします。